住友ビルディングは、大阪市中央区北浜の通称、住友村にある、住友財閥の拠点として建てられた建築物。正式名称は三井住友銀行大阪本店ビル。住友家の事業は、江戸時代の前、慶長年間の京都に橋を橋し、1623年、元那9年に、大阪に移り、長堀で、南蛮武器銅構造を家業として栄えてきた。 幕末の政変、新政府の出現によって、大阪は一軸京に立たされ、住友家も他の合商と同じように苦しい局面があったが、別紙道山の近代化を図りながら、体制を立て直し、大阪の名門企業として成長を続けた。ただ住友家は過方に、うっきりは追わずの経営理念があり、銀行業については大きく立ち遅れていた。 1882年のちに総領事となる、伊庭帝号は、銀行業を起こすことを定めるため尾の道で、重役会議を開いて、議決、1885年住友銀行を、設立する。1920年、住友総本店では、東区、北浜、現在の中央区北浜の本店所有の空き地に、本店ビルを新築する計画を具体化した。当時、 北浜の敷地には南側に1908年11月に作られた建つ640坪ぼ2階建ての洋館があり、2階を住友本店、1階を銀行本店が使用していた。しかし、第一次世界大戦を経て銀行の業用が拡大すると、この建物では手狭になったため、1918年12月に本部と営業部を開け、営業部を別の建物に移した。 ちょうどその頃、大阪市内に観光庁や百貨店など近代的ビルが建ち始めたこともあり、住友本店では連携会社の一部をも収容できる新しいビルの建築を決断した。ビル建設当あたって15代当主の住友、吉左衛門ともいとは、住友本店に設計部門を作り、野口真一、い日高豊、長谷部栄吉、竹越健造が設計を担い、 主体工事は、大林組が受け負うことになった。工事は2期に分け、まず南側に、本店建物を残し来た半分に上層部を、貸事務所とする7階建てのビルを建設して、その後木造の本店を取り壊して、南半分に、同規模の建物を建築する計画を立て、第一期工事は、予定通り1922年12月に寄港した。ところが直後に、 関東大震災が起こった。ともいとは、震災後の焼け跡を回ってその山状を目の当たりにし、建築計画の見直しを指示した。その結果、最終的に7階は廃して6階部分の面積は、半減し、防災、避難体制を考慮して外部への賃貸を取りやめ、第一期工事は1926年4月に竣工、第二期工事は1930年7月に竣工し、 住友ビルディングは完成した。ビルは1、2階を住友銀行、住友信託が使用し、3 4階に住友合資会社4階と5階の一部に連携各社が入り、6階には食堂が設けられた。現実も胸とする住友の家訓にふさわしく、あくまで建築は対価耐震構造を第一義とした。終戦直後、 連合国軍最高司令官総司令部は、住友ビルディングに第6軍第1軍団の司令部を置くことを決定し、住友本社に対して速やかに引き渡すよう通知してきた。当初、GHQ は、住友ビル全館を接収すると通告してきたが、GHQ と交渉した住友土地公務専務だった竹子氏が、銀行や、信託の使用している位置、2階まで接収されると、 一般大衆と深く関わっている金融業務に重大な支障を及ぼし、大阪経済を大混乱に陥れかねないとして断固拒否したため、5階と食堂のある6階だけの接収で決着したという。昭和30年代に入ると、住友ビルディングも入居各社の発展ににつれて過密状態になり、各社協議の結果、ビル東側に隣接する。 住友商事及び住友屋所有の土地約九千平方メートルの敷地に地下四階地上十二階の新ビルを建設することが決定し、九百五十九年九月に着工、九百六十二年七月に竣工した。この新ビルは新住友ビルディングと呼ばれることになった。同ビルの完成を受け、住友ビルディングは十月から住友銀行の単独所有となり、 それを機に設計を、日券設計公務、四高大林組、電気工事を、住友電気工業の担当で、改造工事に入り、屋上の中庭のあったところに400人の収容の、行動を増築した他本店営業部の改装を行い、1964年末までに付属設備の更新工事も完成させた。なお、ビルは1982年7月から、 住友銀行本店ビルと呼ぶようになり、2001年4月の桜銀行との合併を経て、三井住友銀行大阪本店ビルと称するようになった。三井住友銀行は2000年代後半から耐震性の向上やスペースの有効利用を図るため、大阪本店ビルの約50年ぶりとなる大規模改修の検討をはじめ、建て替える案や東京、 銀座の歌舞伎座のように後方に高層ビルを建てる案なども議論されたが、歴史的価値のある建物をそのまま残すべきだという意見が多く、また阪神、淡路大震災でも損傷せず、現在の建築基準に照らしても十分の強度があることが分かり、建て替えはしないとの結論に至った。これに則り、2015年5月末までの予定で改修工事に取り掛かり、 内側の柱の間に板を渡し耐震性をさらに高めたほか、川の氾濫に備えて高さ1.2メートルの傍聴板を作り、1階には建設当初からある天井のステンドグラスを活かして待合室も新設された。金世復興様式の重厚な建物は、黄土色の立山石で窓は小さく重厚感のあるファサードで、土砂り2、魚の棚筋。 旧西横堀川側の玄関部分に、イオニア式オーダーと、英文での社名看板、南の今橋側のファサードは、アーチ窓とメダリオンといった衣装となっている。内装には、コリント式オーダーが立ち並び、ステンドグラスの天井が見られる。1999年には、日本の近代建築2十0に選ばれている。また、生きた建築ミュージアム、大阪セレクションに選定された。 ありがとうございます。